はいこちらの作品ですがどういった作品でしょうかえっとですね近代日本画館竹内製法が描いたその絵になる最初というまあ、代表作、えー、なんですね1913年の作品になりますまあ、女性があの描かれていてま絵になる最初っていうちょっとその変わったタイトルなんですけどあのはっきりしたその意味っていうのはあのなかなか判明しないんですけどあの一つのその作品というのがその出来上がるその前のですね。 あの段階っていうようなその意味かなというふうにぜんあの山割り捉えてますけどね。こちらの女性はどういった女性なんでしょうか。この女性はですね、まああの竹内政夫がその絵を描くために着ていただいたそのモデルの女性なんですね。まあ、竹内政夫がその東本願寺の天井画としてあのその天女の絵を描こうとしたと。 でその時にその天女をその描くのにそのモデルがいるのでというので、えー、この女性に来ていただいて、まあ、天女なので裸であの描かれるわけなので、えー、裸のスケッチをそのしようとしたところ、えー、そのモデルの女性がまあちょっとこう服を脱ぐ前にちょっと恥ずかしがったというようなところの,その一瞬というのをその捉えた作品なんです。この、えー、と着物 というのは当時のこうよくあるような着物の柄なんでしょうかいやそのすごく大胆なその着物なんですよね。だからこの作品の一つのテーマというのはあのそのモデルになったその女性の,その感情の,その一瞬の揺らめきというかです、ね、その感情表現みたいなものを非常に繊細に捉えたというので人物表現は非常に繊細に書いてあるんですが。 まあそれに対してまあ着ているというかですねえ持っているその着物の柄というのは非常にそのモダンで大胆なあの柄になってますね。なのでえとまあ大きなハケで,ですねこう大胆にリズミカルにこう塗ったようなその青色とえちょっとその金がかった黄色とそれから灰色とというこの3色をえ真っ黒いその着物の地にですね大胆に配して非常に印象的な。 着物柄じゃあ当初はこれはその天女の絵を描くためのスケッチをしたりするために来ていただいたという状況でその状況を面白いいいととと思って描いたううことでですすかねねそうなんよだから本当だったらまあそのこの女性をモデルにしてその天女の絵を描くというのが目的だったんだけれども。 えー、その前にあの、えーまあ、女性がこの脱ぐ時に恥ずかしがったというこの一瞬の,その感情表現というのがその竹内清があが非常にこう面白いというふうにこうインスピレーションを得てでそれをまあ一つの作品にしてしまおうというふうにして、えー、描いた作品です、えー、この左側にある下絵というんでしょうかこちらはどういったものでしょうか これはその、えー、絵になる最初の、えー、描くためのその、えー、下絵の作品になるんですが、これはあのつまり本画というか、はい、完成する作品の前に描くものということです。そうですね。日本画ではこういうふうにこあの多くは大下絵と言ってですね、あの作品と同じサイズの下絵というのをその用意してどういうふうに描くかというようなことにまあ一つこう当たりをつけてから作品を描くというのがまあ。 普通のことになってますが、この下絵の方は下絵の方でですね、あのその当初あの描かれた墨の線みたいなものがの勢いみたいなものが非常によく現れていて、あのこれも非常に見応えのある下体になってます。なんかこう設計図みたいな感じもしますね。そうですね。あのなので画家さんによっては、まあ例えば今えっ、ー、と見えているところで言うとその目のところにちょっとこう修正が入っているような あの、えー、まあこの女性はあの顔を手で覆い隠していて恥ずかしがっているわけですが、えー、その見えているその目のところにはちょっとこう白い色で修正みたいなものが入って、えー、いたりしますねこういうふうにこうあのまあ下絵を書いてまあこの辺をちょっとこう修正しようとかっていうようなものもまあ見れたりするんですねこのえっ、ー、と美術や芸術のそのモチーフとしてあの昔からそのヌード というまあ、男性女性関わらずヌードというものがあると思うんですけれども、この作品はその、えー、まだそのま裸、あ、体ではないのでどういったこうその辺は意味合いがある,あるでしょうか。うーんあのまあ、日本画にとってあの裸体を描くいわゆるヌードを描くっていうようなことは。 日本ではその近世以前にはあんまりこうあの女性の,その裸体というようなものをえまあ一つその正面切ってあの描いてまあそれをその一つの,あの高尚な作品にしてっていうようなその感覚っていうのはそのなかったんですがえまあ西,洋西洋美術の,その影響で,ですねまあヌードっていうのが一つの,その高尚なその美術のジャンルになり得るというようなことをえー文明開化以降の えー、その日本画家の人たちはその一つこう、えー、認識をしていて、まあ、そういうものに一つこうえあの挑んだというような作品でもあります、ね